はい、佐々木です。この話は3年前のある日曜日、セミがよく鳴いている暑い夏の日でした。その日は養成スクールっていうセミナーの講師としてズームで話をすることになっていたんですね。セミナーは朝の10時から16時まで休憩を挟みながら進めていくんです。午前中は特に何の問題もなく進行して、12時半頃でしょうか、昼休憩に入ったんですね。1時間ほどの休憩です。何度かセミナーの講師を僕はしたことがあるんですけれども、僕はこの1時間の休憩の間によくやっていたことがあるんです。それはコンビニへ行くこと。当時僕は豆乳を飲むのにハマっていましてね。豆乳といえばあのメーカー、緑のパッケージが有名で、あなたも想像できますよね。いろんな味や種類があるわけですけれども、中でも僕は成分無調整の白いパッケージのものを気に入っていました。その白の豆乳を手に入れるためにコンビニへ行くのが恒例だったんです。当時は僕は東京に住んでいまして、コンビニは徒歩圏内でもいくつかありました。セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン。有名どころは少なくとも1個ずつはあったと思います。部屋からローソンまで歩いて行って、自動ドアをくぐると入店音がピンポーン。そこから店内の奥、ドリンクコーナーを目指すんです。いつもの棚、いつもの場所にそれはあるはず。早く買って帰ろう、お昼ご飯食べながら一休みやな、なんて悠長なことを考えながら棚に目をやると、あれ？いつもそこにあるはずの白い豆乳がないんです。ずらっと並んでる商品棚、緑や他の色はしっかり奥の方まで並んでるんですけど、白が立っているはずのそのスペースだけがぽっかりと穴が開いた状態。店員さんに聞いてみると、売り切れですなんて言われちゃって、へえ、珍しいこともあるもんやなとか思いながら時計を見ると、休憩が始まってまだ10分ほど。時間もまだ余裕があるし、他のコンビニもちょっと歩けばある。どうせ飲むなら白がいいなということで、ローソンを出てですね、ファミリーマートの方に行ったんです。歩いてすぐのところです。自動ドアをくぐると、トゥ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 。独自の入店を半分以上聞き流しつつ、奥のドリンクコーナー行くんです。今度こそ白買って帰るぞなんて思っていたら、ピタッと足が止まってしまいました。そのドリンクコーナーにもないんです、白が。ローソンの時と同じです。他の種類があるのに白の場所だけがぽっかりと空いた状態。店員さんに聞いても、やっぱり売り切れですって。こんな偶然ある？なんで白だけないんや、なんて思いながら時計を見ると、もう20分経ってる。一瞬頭がフリーズして、ここでやって少し焦り出します。どうしよう、ここまで来て白を買えないまま戻ったら、ただただ休憩時間半分無駄にしただけ。かといってこれ以上時間を使うのも、どうしようかな。休憩時間が着実に短くなっていく中で、そんなこと考えていたら、だんだん心臓がドキ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 。いや、諦めたらダメだ。さすがに3軒目は置いてるだろうと思い直して、駅前の別のコンビニに行くことにしたんですね。頼む、白い姿を見せてくれ、祈るようにして探すんですけれども、やっぱり白だけがないんです。もうやけくそになってきました。自分でも分かってるけど止められないんですね。こうなったら絶対見つけてやる。そこからさらにですね、セブンイレブン、成城石井まで思いつく限りの店に走っていって探して回りました。結局白を売っている店はなく、もう諦めて部屋に戻るしかありませんでした。着いた時には休憩時間は残り5分ほど。僕の手元にはついでに買ったおにぎりが一つだけ。しっかりかいた汗が冷房で冷えて、背筋がゾッとしたのを今も覚えています。はい、ということで、ちょっといつもと違う感じで動画を撮らさせてもらったわけですけど、どうでしたでしょうかね。怖い話風に喋ってみたつもりなんですけどね、なかなかこれ難しいですね。間を使ったね、感じでこういくっていうのは、すごい僕の中でもね、今まであんまりやってなかったっていうかね、意識してなかったポイントだったんで、何テイクしたか分かんないですね。撮り直しなんかしたんだろうっていうぐらいでしたけどね。はい、まあまあ頑張りましたと。で、ここまでの話聞いてみてどうでしたでしょうか。僕の中ではね、なかなかね、ちょっと印象的なエピソードだったわけなんですけれども、はい、あなたがね、もしね、僕の立場にいたらどうしてたでしょうね。例えば1軒目のローソンね、白の、僕はいつも買ってる白の豆乳がなかったとして、あなたやったらどうしてましたかね。もしかしたら、全然ね、もう何はもう売り切れだったらしょうがないと、もうその時点で諦めて他のもの買って帰ろうっていうふうにしてたかもしれませんよね。はい、でもね、僕と同じようにもしかしたら2軒目行こうかなぐらいにはなったかもしれません。僕の場合はそれをね、何軒も繰り返してしまったわけです。はい、結局僕の場合はなかったんですけれども、この話で何が言いたかったかというと、まあもちろんね、こだわりを持ったりとか、何かにね、こう何か追っかけるのはいいんですけれども、それがね、こうっていうふうになりすぎると、結あの何でしょうね、思うような結果って取れないこと結構あるよっていうね。はい、
そういうことが言いたかったわけですね。これは実際ですね、僕社員研修で、定期的にね受けさせてもらってるんですけども、そこでね教わってる先生もねよく言うんです。去るもの追わずですよと。はい、つまり なかなか手に入らない状態、結果とか、そういったものに対してですね追いかけるのはいいんですけど、こうなったりね追いかけまくりすぎるとですね、結局それがね欲しい欲しい欲しいで手伸ばしたら避け去っていっちゃうよ、逃げていっちゃうよっていうね、なんかそういうことなんですね。まさに僕豆乳欲し白の豆乳にこだわりまくって追っかけまくったらいいものの、結局ね何も得られず、はい、ただただ休憩が終わったという、そういう話だったわけです。まあ豆乳以外にもね、僕こういうね結構この件はね強くてですね、例えば昔、今はちょっと気をつけるようにできるだけしてるんですけれども、例えば昔ね、目の前のその患者さんがですね、なかなか症状が改善しないと、いろんなアプローチしてるのになんでやというふうになった時に、なんでやなんでやなんでやっていうふうにね、改善性改善性改善性ってこういうふうにねなりすぎるとですね、視野が狭くなってしまうんですね。その改善するために何ができるやろうかって考えること自体はいいんですけど、こうなってしまうと、なんていうんですかね、前のめりになりすぎるし、視野も狭くなるから、気づくポイントも狭くなってしまうし言うて、要は何でしょうね、効率悪いと言いますか、はい、せっかくそうやってこうやってねこういう風に なりすぎると欲しいと思っている結果を追っかけているものがうまくね掴めないという、そういうのはね結構あるんじゃないかなと思います。あなたはどのタイプやったでしょうね。まあだから、今回の僕の投入で言ったらですね、さっくり諦めて次のやつ言っときゃよかったのかもしれませんけれどもね、はい、まあ、ある程度ねちょっとその辺はね塩梅っていうのがあると思うので、まあ何でもねあっさり引くのがね吉って言ってるわけじゃないんですけれどもね、ある程度追いかけるのは必要やけど、逆にね追いかけすぎるとそれはそれで欲しい結果が取れなかったりするっていうね、結構ご家族さんとかでもあるんですよね。うちのお母さん改善しなくてっていうふうにねわーっていうふうになるんですけど、でもねそうなりすぎると結局ねお母さん早く水飲んで水飲んで水飲んでみたいな感じでこうね追っかけまくりすぎると、なんなんあんたみたいな感じで余計水飲まなくなったりとかね、結構あるんだなっていう話ですよね。僕のおかんもね昔結構ねわーわーギャーギャー言うてたわけなんです。ちょっとわーわーギャーギャーって言ってるとちょっとねおかんに失礼なわけなんですけれども、あんた宿題したんかとか、なんかこれはやったんか、あれ片付けこれ片付けもうみたいなこと言うわけですよ。で僕はね、まあ、確かにやってなかったんですけども、ちょっとねあんまりにも言われるもんやからムッとしてですね、もう今やろうと思ってたんやみたいなね感じに、ね、なってしまうっていうこともね、確かに過去結構あったかなとかね、なんかいろいろそういうふうに思うわけです。まあなのでですね、まああなたもねもしかしたらちょっと似たような体験があるかもしれません。追いすぎ注意、去るもの追わずっていうものをですね、ちょっとね、頭の中にのどっかにちょっと片隅に入れといてもらえると、いざっていう時にですねこうなりすぎない、ちょうどいい塩梅で相手のね、ことを考えながら折り合いつけながらですね、認知症状改善に向けて取り組んでいくことができるんじゃないかと思いますので、まあ、一個ずつ今回ね、参考にしていただければなと思っております。はい、今日の内容は以上です。今回の動画が、いいねと思ったら、いいねボタンぜひお願いします。チャンネル登録はもう無条件、必須でぜひお願いしますね。では、また更新します。さよなら。